桜姫神社の参拝殿ですね。行ってみたいと思います。天水はこちらで、御朱印とかはね、下の方のお家で、上さんのお家があるんで、そこでいただいてください。多分ね、ここ前の扉直しましたね。なんか再生箱も出しちゃってる。夏祭りが6月、大々神楽があるのが3月13日。ここ来るといいですね。どこに泊まるの？公園の駐車場かな、で夏祭りがあって、10月10日秋の、ね、祭りがあって、11月23日に南西から。今社務所がね、したんですよ。なんで、もし祈祷される方は、先に言っといた方がいいです。登ってきて後で言うと、いや、下なんですよね、とか言われる可能性があるんで。はい、こちらの神社の由来なんですけれども、やくら姫という、神社なんですけれども、大昼目の御事、天照総御神の別名とされております。で、杉の山を御神体、山が御神体で、古い神社なんですけれども、で他にも古墳が相当あるっていうので、まあ下にもね、ありますけど、施設がそういうのを見るね。で天照総御神の、葬儀の様子をどうやら表記しているものがあるというので、なんかいろいろ、まあいろいろあるんですけどね。火伏せの櫓姫とか、まあいろいろ書いてありますけど。この辺もちょっとじっくり読んだら、まあ、いろいろわかると思うんですけど、まあ、太陽神信仰だなと思うのは、この近くに、かなり昔からの、なんていうかな、立て穴式住居の跡があるんですけど、そことか見ると、ここはかなり昔から祭壇があったんだなっていうのがわかると。はい、では参拝殿から本殿へ行きたいと思います。本殿のところもね、行けるようにはなっているので、ご加護いただきたい方は、こう行ってみてください。この下もね、私なんか1回か行ったことあると思うんですけど、この賽銭箱があるし、ここに何で賽銭箱があるのかはちょっとわかんないんですけど、賽銭箱があります。本殿裏後ろなんですけど、この後ろの本殿が階段で行けるようになってますので、見てみてください。なかなかこういうところに人行かないんですけど、行くといいですよ。あ、文書さん、あれ、あそこの小林また違うのかな。ここのご隠居さんじゃないんだ。ちょっと稲荷神社で紹介して、ご隠居さん、ここのご隠居さんが向こうに行ったのかと思ったんですけど、違うんですね。もう一個なんかご隠居さんがいたんだな。狛犬のご隠居さん。あるな。じゃあ向こうの狛犬はまた違うの？すいません、なんか情報を訂正しておきます。本殿にあったご隠居さんじゃないんですね。はい。外宮の造りですね。神明の造りだな。ちょっとね、夏時期かがんでるかもしれない。夏時期来る方はね、虫除けしてきてください。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。